玉川大学、経営主体は学校法人玉川学園であり、幼稚園から大学院までを要する総合学園の高等教育部門と位置づけられている。創立者は小原国義であり、彼の唱えた全人教育を教育信条に掲げている。特に国義が存命中だった時に学んだ卒業生は彼の人格を尊敬する人が多い。 学長職は、第三代以降、創立者一族による世襲である。初代学長は、元東京文理科大学、現、筑波大学教授の田中寛一。第二代は、京都、帝国大学文学部哲学科宗教学講座での、小原の恩師、畑野誠一。第三代が、小原国義。晩年は、総長自身であり、初代から第三代まで小原の母校である。 京都帝国大学文学部哲学科の卒業生、あるいは元教授が学長の任に当たったことになる。第四代は国吉の子、小原哲郎。晩年は名誉総長。第五代、現在は哲郎の子、小原義明である。本学の年配の教職員には、存命中の国吉の教育理念に共感する玉川学園出身者が多く、小原家の世襲に対する反対運動は、 ほとんどない。キャンパスは、東京都町田市玉川学園。キャンパスの7割程度、神奈川県川崎市麻生区、岡上、農学部、横浜市青葉区奈良町、工学部、中、高の3市にまたがり、敷地面積は59万メートルに及ぶ。詳しくは、施設については、学校法人玉川学園を参照のこと。郊外施設は主に農学部の農場。 実習林用地として、箱根、神奈川県箱根町約77万メートル、北海道、北海道手鹿賀町約122万メートル、鹿児島、鹿児島県南薩摩市坊野津町約10万メートル、カナダ、カナダバンクーバー島、七芋市約34万メートルがある。カナダの玉川学園七芋キャンパスは、主に中学部カナダ研修や大学農学部研修で、 利用されている。鹿児島の高知は、1977年の幼稚取得、1978年に、久し農場として、主に、玉川大学農学部の実習の場として利用されて、北が、2018年1月に、創立80周年記念事業として、久し成功塾、滞在型育児施設が竣行し、久し農場から、玉川大学南薩摩キャンパスという名称に、 変更され、学園全体、大学全体で利用される施設となった。1929年、昭和4年、創立者、小原国義により、全人教育を第一の教育信条に掲げて、開校された玉川学園を母体とする。1947年に、旧多玉川大学として開学。1949年には、旧多玉川大学と、 旧西玉川工業専門学校、1945年開設を背景に、新生大学に移行し、文学部と農学部を設置した。小原はかねてから大学設立を目指しており、本学設立以前の1942年にも、学園内に反管律といえる、河和工業大学、現地場工業大学を誘致していたが、これは設立早々に転出してしまっていた。 1950年には通信教育部がスタートし、全人教育を広く社会に開放することや、当時全国の小学校に多くいた、代用教員等の正規の教員免許を持たない、現職教員に、小学校教員免許状を取得可能とせる全国初の過程として注目された。1六十二年に工学部を設置し、しばらく産学部体制が続いていたが、 2002年に経営学部、2003年に教育学部と芸術学部、2007年にリベラルアーツ学部、2013年に観光学部を開設し、法学系、経済学系、医療系の学部や学科はないが、文系、理系を要する総合大学に成長した。スクールカラーは本。交渉は円、イコール玉の中に縦棒が3本、イコール側が,が入ったもので、 公明、玉川を表している。後期は、今の地に、白の交渉を廃したもの。効果は、田尾十一作詞、岡本俊明作曲。かつて、文学、農学、工学、マネジメント、教育学研究科、修士課程により、学際領域プログラムとして、人間情報科学を設置されていたが、農科学研究科の設置により、廃止された。 以上の他に、学部付属の機関として、があるほか、教育学部には、デンマークオレロップ高等体操学校東洋文庫の事務局もある。2006年度から、工学部に設置されたロボット工房を中心に、ロボカップに参加している。アイボリーグで、世界大会出場の経験のある、岡田博之、工学部教授が中心になり、実績を上げる。 2008年度のロボカップ世界大会において、ロボカップアットホームリーグで世界一に輝く。ロボカップジャパンオープンでは2008年度より3年連続で優勝した。2010年度世界大会、シンガポールでは2度目の世界一に輝く。知能ロボットの研究は、脳科学研究所を中心して行われており、岡田博之、工学部教授の赤ちゃん研究を応用したユニークで、 他大にはない特色を持つ。2017年には、脳科学研究所とは別に、学術研究所内に、ロボットと人工知能、AI を担当する、先端知能、ロボット、アベット研究センターを設立。岡田ら28人がオノマトペをも介するロボットの開発などに取り組んでいる。創立者である、小原国義は、教育における宗教的上層。 単化を重視して学園を創設したため、キャンパス内にはチャペルや礼拝堂があり、教育の一環として礼拝の時間もある大学一年時に必修。通信教育部の夏季スクーリングにおいても朝の授業前に各期ごとに1回、全3期通じて計3回行われている。2000年に新設されたチャペルには礼拝堂にあった辻オルガン。 1978年生が移設さている礼拝堂にあるパイプオルガンはアメリカシカゴのキンボール社製で1931年設置。なお、キリストの教えに従うことは学則第1条にも謳われているが、特定の教会、会派、宗派と結びついたミッションスクールではない。小原国吉自身はクリスチャンであったが、宗教観、上層の面で良いものはよく、 尊い者は尊いとして他の宗教も大いに尊重し、この姿勢は現在の学園にも受け継がれている。また、小原国義は、服装は人格を宣言すると唱え、見なれも玉川学園における教育の一環とした。そのため、公式行事などでは男子はダークスーツを着用し、交渉をつけることが定められており、これは伝統的に第一層と呼ばれる。 以前は、色も、紺の背広と紺のネクタイと指定され、さらに大学創立時には、これが、制服、毎日着用であった。女子については、事故にふさわしい服装を自ら考え、t p o に応じた服装のセンスを磨くことを重視し、併設の下級学校を含め、開校当初から制服等は設けていない、小原国義全集第14巻312ページ、参照。って、 女子学生の第一層については、男子の第一層に見合う清楚な服装と定めるにとどまる。学生生活規定では、これ以外に、学内外での生活の心構えも記されている。授業時間割は1コマ50分で組まれているが、ほとんどの科目は2コマ連続の100分間の授業時間が割り当てられている。時間割に昼休みはなく、学生は 各自の空き時間に休みを取ることになっている。また、1年を2学期、セメスターに分け、週2コマ、100分の講義を1セメスター、15回、履修すると2単位となる。1セメスターあたりの履修上限単位数は16単位であり、一部、上限外科目ある。これは、日本全国の大学で最も少ない。学業成績では GPA が重視されており、g p a 以上が、 卒業条件である。入学年度から卒業年度までクラス担任制をとっている。教育の玉川を歌っている。特に日本で初めて通信教育による教職課程を設置し、戦後の大洋教員や大学基礎者の教員免許取得を支援したため、小学校教員の中では大きな勢力となっている。 学校行事も教育活動の一環と捉えられており、10月に行われる総合体育祭では、学園幼稚部から大学教育学部の1年生までの数千名が参加する。大学祭はコスモス祭と呼ばれ、体育会、文化会による課外活動展と農学部収穫祭他の各学部展からなる。大学1年では音楽が必修科目であり、 例年12月に大学音楽祭が開催され、ベートーベンの第9演奏は第4楽章のみを合唱する。これとは別に、毎年12月頭には玉川大学が主催して芸術学部学生らで構成される管弦楽団と合唱団による第9特別演奏会をサントリーホールで開催しており、その歴史も長い。 音楽を大切にする教育の伝統は通信教育部でも引き継がれており、やはり音楽は必修科目である卒業希望者のみ、夏季スクーリング中盤で行われる運動会、通り大祭や最終日の授業終了後に行われる閉校式、丘の終わり鈴をはじめとする各種行事では学生か校歌のほか、玉川学園児童の作による曲も多く歌われる。 玉川学園前駅近くに購買部、木の国や書店に業務委託の店舗があり、文具、書籍等を割引価格で購入することが可能である。ここでは農学部の実習、蜜蜂及び乳牛飼育によって開発れた玉川は、蜜と玉川アイスクリームも販売している。キャンパス内にはコンビニエンスストア性活彩化もある。学生の集会及び 看板の設置は許可制となっており、大学の方針によって学生自治会も許可されていない。したがって公式な学生運動に類する活動は不可能とされる。この学生運動を規制する、この規則をもってお坊ちゃん大学の象徴などと唱える者も,もいる。通信教育部には学生会が存在し、大学側との混乱の場と位置づけられている。 以下の大学の在学生は、学内での専攻により、玉川大学通信教育部の科目等、履修生として、小学校教員免許に関する科目を編集できる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。